剣の舞。よし。また、ツバメ返しでしょうね。この技を打たない理由もない。加速。今回はさすがに打撃の出番じゃねえな。こっちでしょ、どう考えても。最近のパッチラゴン。あれ、まだ抜いてない。遅くね、私のゲロゲ。ゲセヌナ、よろしくお願いします。今回は、ペンドラー、そう、頑張って積んだのにバトンを持たせてもらえなかったペンドラーと、別にバトンを受け継いだわけでもないのに遅いとか言われたゲロゲのリベンジ会となりますが、お相手の手持ち的に、開幕アロ級かな？これ、アロ級あるな。アロ級があるので、バスラを行っちゃいます。相手の、いや、やめとけ。ペンドラゲロゲはほぼマストになります。で、今回のサザンドラはスカーフヤザンドラではなく、普通のサザンドラです。ちなみに先ほど、実はダイマックス飴を舐めていないということが発覚したので、舐めさせておきました。で、どうすっかな？この最初の、最初大事なんですよね。メラルバから、ペンドラっていくか。これでいきます。メラルバ、先発メラルバ。おそらくお相手の先発が、キレイハナとか、キューコンだと思うんですよ。いきなりリザードン来たら、もう、笑ってください。よくあることなんですが。ですが今回は、嘆きも打撃もいねえから、前回がちょっと炎飛行タイプ重すぎたのでね、普通の戦術、わはは。わはは。この野郎、どうすんねんこれ。大ピンチやぞ。こうなったらやけくそで行くしかないよね。後ろきついもんな。いや待て、やけになるな、やけになるな。まだわからん。冷静になれ。タスキだったらと思われてもないが、冷静になれ。突っ込むしかねえ。やすら、舐めてんのかこれだ。おらー、落とせない、落とせない。でもリザード致命しょったぞ。ざまあないぜ。やけくそダイマックスしてたら倒せてたという現実を思い知ることだな。ではトンボ返りだ。え、うせやろ、うせやろ、うせやろ、お前、お前マジでお払いに行った方がいいよ。謎のメラルバ温存やめろ。マジかよ、マジかよこれ。計画狂うわ、マジ。この今後のポケモン対戦怖いんだけど、 95% のうちの 5% 2連続で引いたんでしょ。やべえな。当分ガチャは引かない方がいいんじゃない。あれだよ、やりもしないアプリをインストールして、とりあえずリセマラガチャ回して、運の無駄遣いしとけ。でもそれだとそのものの良し悪しがわからないから意味ないんだよな。天然ですよこいつ。こいつは天然もんですぜ、皆さん。こいつはやべえですぜ。どうしましょうか。天然もんはね、とっととどうにかした方がいいよね。でもね、ヌオウくん、あくびあるんですよ。そういう意味では、身代わりはした方がいいと思う。あくび読みです。ヌオウの天然は、能力値の変化を無効にしてしまうので、剣の舞による、あれが意味なくなってしまうのですよ。ですがこれであくびをどうこうすることぐらいはできると思ったんですけど、呪われちゃってんだよね今これね。まあ一応バトンぐらいはつなぎますよ。ただ急所には弱いぞ。そしてヌオウ自身の耐久はそんなに高くないのです。ゴリ押しは成立します、ギリギリ。ただな、今回幸いにして達人の帯を持っていますが、落とせるかね。自信、ヌオウの火力よ。どうだろうね、消えてしまったか。では力押しといこうか。
呪いを1段階積んだ程度なら可能でしょう。自己再生連打されたとしてもさすがに4倍帯の火力いじっぱり受け続けるのは現実的ではないし、一発でも急所に当たったら終わりを攻めさせてもらいますね。いろリベンジなんだよこっちとら。お前ぐらい一撃にひねらなくてどうするよ。くさー、タレマシンが鼻から出てます。その理屈だとこれ鼻くそになるんですがやめろ、汚え、やめろ。まさかついにあれかな、この若かりし視聴者層の獲得に走りましたがね、こやつの視聴者層大体 95% ぐらいが20代から30代らしいですからね。よろしくお願いします。いつもありがとうございます。そしてさようなら。ヤドランには負けませんよ。おや、もうダイマックス切らねえ、というかもうあれだよな、わかるよもう無理だよ今日は。なんなら私の後ろにまだ手持ちフルで残ってますからね。いろいろな奇跡にかけないと勝てない試合、そうお祓いに行くべきだった。ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。皆さんに質問があるのですが、私のパーティーってそんなにリザードン出しやすい？うん、前回がひどすぎてな。今回はリザに強くしたつもりだったんだけどね、まだ弱いまだダメなんすかこれ。これ努力目標的には相当頑張りましたよ僕。僕的に。これでダメならもう何すればいいんすかね。というわけでなんとなくでバスラを刺しておきますね。とりあえずお薬出しておきます。メラルバの奇跡にかけたいところでありますが、まあちなみにメラルバはウルガモスよりも仏高は高いです。そして S は60もあるので、ペンドラーでバトンつないでやればドラポルトギリギリ抜けないぐらいだったっけ。うん、いじっぱりだとそれぐらいだったはずです。つまり使い道があるということです。よろしくお願いします。炎虫タイプで一番軽くあるんじゃない。うん、競争相手が少なすぎる。ほーほーほー、そう向こうの鳴き声ほー、こっちはほーですよ。加速サーナイトはキレッキレですよこれさーてどうしてくれようか。どうせサーナイト先発出てきたからには補助をかけるに違いないから身代わりです。え、スカーフ、え、スカーフ、スカーフなの、死んだの。そうきたかそうきたか、すでに死亡一直線の予感。つらたにえやばいっすね。どうする、ゲロゲの見せ場がこの後来るかもしれんけど、かなり苦しいな。というわけでバスラオです。どうも。どうも、バスラオです。どうもっす。女の子でした。すいません。いや、性別で決めてんじゃねえよ。どっちにしても失礼に変わりはねえんだよ。というわけで、どうもよろしくっす。サナイトの兄貴じゃん、あいつ。兄貴倒して、こっから勝利していくっす。マジ、よろしくっす。おそらく向こうはこれ、ダイマックスしてくるって。でも、その辺、俺すごいリスペクトしてるんで。これ多分サーナイトで無双して終わらそうとしてるんだと思うんですけど、その辺僕のところは許さない感じだし、かなりしゃくっていく感じなんで許してください。鳴き声変わっちゃったっすねこれ。はい、よろしくお願いします。なんだ、タスキナンスは、タスキナンスは。ではこの脅威の一撃受け取ってもらうぜ。お前の戦法数世代古くないかと言われたらそこまでですが、強い戦法ってのはいつも色褪せないものなのだって。あれ、ああそういうシステムなのそういうシステムなんだ。へえ、同じくらいになるえ、嘘やろ、もともとこんなふわふわな文章やったっけ。元の体量同じくらい。いやバスラオくん、お前自分の体力をちょっと見誤ってないかこれいやまだまだいけるのかもしれない。いやそう、いやつうかでも割と強いのくせやな。あれ、メイクとあんまよく変わって、ベラ持つっす。いやいろいろ起こりすぎだなこれ。スカーフサーナイトに振り回されるわ。
そしてあれよ、バスラオさんのこのがむしゃらの仕様な、まあ冷静に考えたら怒りの前歯とかと同じように考えるべきだったかもしれないね。そりゃそうよ。では行きます。まあ、この辺が多分がむしゃらとかあんまり見かけない理由の一つなんでしょうね。ではここから逆転できるのがゲロゲー。今回の主役はゲロゲーですからね。バスラオではござらん。彼はまたいつか専用会があるでしょう。このサーナイトがエナボ持ってたら吹き飛ぶけど。でもそうか、スカーフだからありえるか。スカーフだったら最高キネシス10万ボルトムーンフォース、あと1個シャドウじゃねえかな。エナボ入れる？入れない。なんか気合玉か。聞きませんね。ここから逆転してもよろしくって。性別が入れ替わってるように見えるぜ。入れ替わっちゃった。ここからのバトルの展開、戦局も入れ替わっちゃった。なんなら S も入れ替わるからな。とにかく入れ替わっていくぞ。相手のメガじゃない、ダイマックスは終了し、こちらのダイマックスはまだ2ターンも継続し、雨も降っている。そして装備品は達人の帯、相手の弱点を捉えて逃しちゃわない。おそらくリザードいるでしょう。いないわけがね、重いからな。あん？出らっしゃーん。タスキくせえ、超匂うんで、ストリーム打ってる場合じゃねえな。アースを打ちます。こいつはエナボの可能性ある。こいつは持ってる。私の経験ではこいつは相当持ってる。一撃で倒せば問題ねえってやつ持ってたと思いますよ多分。これな、持ち物がわからねえな。さすがゲロゲさんですよ。逆に言うと草技以外はまるで怖くないからね。リザじゃねえの最後。また出てきたんすかこいつってなりそうだな。てかゲロゲ強えなお前。さすがだよ。このグダグダの空気を自分の時速、突然のジャパニーズやめろだがクソ、ゲロゲの範囲からは逃れられない。お覚悟。ミロカルスは催眠術もあるし、ミラーコートもあり、あ、いやミラーコート大丈夫。これ物理技だからできることいろいろあるから、向こう側からは悩むかもしれませんが、こちらからすればウィップがあるから、もはやこの試合の結末は決定している。いけー、勝ってやるね。こいつは意外だぜ。追い茂っちゃったぜ。眠る。おー、勝ち拾ったな。正しい選択だ。憎らしいほどに正しいぜ。で、カゴ持ってんのかな。もしかして、カゴない、お持ちでないすねぶり。マジで舐められたもんだぜ。ではこの無知でお仕置きしてあげるわよ、ミノカルス君。業界ではご褒美なんでしょ。行くわよ。はい、ペチ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 。やるな。もう一回当てなきゃダメじゃないこれ。寝言。でもミロカロス大した技覚えてないよ。エイトビームね、うん、ほらほらこの程度よ。効きませんし、ほらワロスワロス。ではでは、ってことは食べ残しか何かか。何持ってんの。食べ残しだな。ってなったらドレパンなんて打ってる暇ないですね。もうつうかこの次のパワーウィッパー当てれば勝ちです。見てくださいこの命中率 85%。 つまりちょっと待てちょっと待て、さっきのヤスラフラグじゃねえよな。やめろよ、ヤスラフラグじゃねえよな。やめろよ、フラグじゃねえんですわ。これ借金ですから。うっす、うん、運のリボ払いいつか来るんだろうな。うん、つうかリボ払いってどう、お前むちゃくちゃじゃない。お前のリボ払いってどういう支払い形式なんだ。まあいいわ、ありがとうございました。すっちゃかめっちゃかの試合だったな今日は。